完全にもピッチちょっとワイドになってきました。長友スペースがかなりどこいろんな箇所にできています。長友何かこうピッチがもう半分半分お互い完全に真ん中いますね。あそこに平山入っていってほしいんですよね、はい、入ってないんでね、クロスボールに対して合えば1点というところでいいから、はい、逆サイド空いてますね。これ小笠原光男見えてる、ね、マルキーニョス、あマルキーニョス返した、元山今変えようと思ってたら元山じゃないですか。元山の勝ち越し点2対1、右のマルキーニョスから最後は飛び込んだ元山、ね、今のは小笠原でしょう、はい、この我々霧でもね、霧でも見えにくいところをしっかり中で見れるっていうのは、はい、もう素晴らしいですね。でマルキーニョスもうまくかわしたし、はい、元山も本当にありったけの力振り絞ってっていう感じでしたね。元山が最後の最後に大仕事を しました。元山勝ち越しゴールを挙げて仕事を果たして交代です。元山にまず大きな拍手。噛み締めるように今ピッチを後にしました元山。そして入ったのは3年半ぶりアントラーズ復帰、2004年12月19日来のアントラーズでのプレー、元山です、中田です。